はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、神羅万象チョコ天地神明の章第3弾です。はい、天地神明の章の新弾が出ました。パッケージ2種類で、メビウスバージョンと龍河バージョンです。なんか今回のメビウスはパワーアップして渋いですね。龍河バージョンには雫とか章が映ってます。裏返すと今回は26種類で、クリスタルレアが8種類、シルバーレアが8種類、ノーマルが10種類です。もちろん狙うはメビウスで、今回も4つ買いましたので4つ一気に開封します。龍河と雫は第1弾で確か出なかったんですよね。第1弾のカードを見ても持ってないんですよね。ちなみに第2弾はかなりいいカードが出て、マキシウスとかラティオが出ましたね。そして動画にしてないんですけど、カイのアナザーバージョンとか、紅の堕天使とか、結構いいカードもその後出ました。限定カードのアルカラももらいましたね。それでは開けましょう。まずはメビウスパッケージから1パック目、クリスタルレア来い、いきます。せーのドン。あー、ノーマルだ残念。天魔聖獣ジグセント、表側と裏側。次、第2弾は相当調子が良かったので、もういきなりクリスタルレアが出ると思ったんですけど、二つ目いきます。せーの、ドン。あ、でも、シルバーレアだ。オデュッセイ。これもかっこいいんですけど、今回欲しいのは、主要人物系なんですよね。幻冬聖騎士オデュッセイ。では三パック目。メビウスか、龍河、雫、章。パッケージ系が欲しい。いきます。三パック目。せーの、ドン。ダメだ。ノーマル。バンカルゴ。あ、今回全然ダメですね。前側と後ろ側。あらら、もうあと一個。いやー。ここで、ミラクルのクリスタルレア。お願いします。最後、四枚目。せーの、ドン。うわー、シルバーレアだ。ガンマイルです。前側と後ろ側。ということで、今回出た4枚は、ノーマルのジグセンと、バンカルゴ、シルバーレアのオデュッセと、ガンマイルでした。ノーマル祭りは回避しましたけど、クリスタルレア出なかったですね。これは間違いなく、すぐにリベンジします。では、お楽しみの、神羅万象チョコのウェハースをいただきます。これが美味しいんですよね。さあ、今回も、変わってないんでしょうか。いただきます。一番ウェハースで一番。